タテガミオカミは、哺乳孔食肉目犬かオカミ族に分類される食肉類。本種のみでタテガミオカミ族を構成する。アルゼンチン北部、パラグアイ、ブラジル中部及び東部、ボリビア東部、ウルグアイでは絶滅したと考えられている。東道町122.5から132センチメートル。おな27.5から45センチメートル。 肩高72から90センチメートル。体重20から23キログラム。南アメリカ大陸に分布する犬科の構成種では、最大種。頸部背面の体毛が伸長して、縦髪状になる。背面の毛衣は、赤葛色。糞や、縦髪、獅子の毛衣は黒く、次回内側や喉、お先端の毛衣は白い。次回は大型で、 耳長16.8センチメートル。上顎の門子や第4小球子は小型で、剣子は細長い。子は長く、竹の長い茂みの中を歩くのに適している。第3子と第4子の指玉が、基部で融合する。出産直後の幼獣は、体重340から430グラム。幼獣は、全身が黒く、尾の先端は白い。生後約70日で、 単積褐色になる。2013年に発表されたミトコンドリア DNA のシトクロムビークは遺伝子を用いた分子系統推定では絶滅種フォークランドオオカミを含むデュザシアン族は本族と単系統群を形成するという解析結果が得られている。草原や低木林、アけた森林、反乱源を含む湿地などに生息する。夜行性化、白明白母性。 平均27平方キロメートルの高級的な行動圏内で生活し、ペアで行動圏を共有する。一定の場所に糞や尿をして縄張りを主張する。単独で生活するが、繁殖期はペアで生活する。同速の獅子を一緒に動かして移動する。月子類、アルマジロ類、ウサギ類などの哺乳類、鳥類、爬虫類、魚類、昆虫、果実などを食べる。 このうち小型哺乳類と果実が、植生を占める割合が大きい。一例として、ブラジル中部での105個の糞の内容物調査では、確認できたものでは、動物質が53.3%、植物質が46.7%で含まれていたという報告例がある。詳細な内訳は、サレナムライコカーペムの果実が25.7%、月種類が22%、 蝶類が13.8%、イネ科やカヤ釣り草科といった双本が11.8%、アルマジロ類とマンゴーなどの果実がそれぞれ9.2%ずつとなっており、サレナムライコカーペムの果実、血種類、蝶類の3つだけで確認できた内容物の61.5%もの割合を占めていた。サレナムライコカーペムの果実は、 本種の内部寄生虫に対して効果があると考えられている。聴覚を使って獲物を探す。獲物は跳躍して捕らえる。繁殖形態は耐性。8から10月に交尾を行う。妊娠期間は62から66日。1回に2から5等の幼獣を産む。授乳期間は15週間。飼育下の観察例では、父親が 幼獣に獲物を吐き戻して与えた例がある。幼獣は生後9日で海岸する。生後1年で生成熟するが、交病を行うのは生後2年以降になってからとされる。飼育下での寿命は12から15年。民話では鶏を睨んだだけで殺すことができる動物とされる。体の部位や糞などが、薬用に、目が、お守りになると信じられていることもある。課金。 羊や豚の幼獣を食害する害獣とみなされている。農地開発による生息地の破壊及び分断化、交通事故、スポーツハンティングや薬用の狩猟、飼育用の採集、害獣としての駆除、犬による直接的被害や感染症の伝搬、競合などにより生息数は減少している。ウルグアイでは1990年の捕獲例から発見例がなく、 絶滅したと考えられている。1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書通に掲載されている。2005年における生息数は23,600頭以下と推定されている。日本ではクリソキオンブラキュールスとして特定動物に指定されている。本種はチーターにも匹敵する脚力の持ち主だと言われるが短距離を走った後、 いちいち立ち止まって安全確認をする習性があり、それを人間に疲れて殺されてきたという。ありがとうございます。